干しバサミの説明をさせてもらいます。特徴はですね、この、ここの部分でカーテンレールの中に、入れまして、くるっと回すだけで、ピンチを取り付けられます。この商品は、シーツとかですね、薄いものを、カーテンレールを利用して干すという形の商品になります。この商品は女優の江角真紀子さんが自分で考えて開発した商品で、構想3年ですね、考えてうちの方に持ち込んでいただいて開発した商品です。カーテンレールの8ミリから10ミリの幅であればこの商品はフィットしますので、それを差し込んでくるっと回すだけでピンチとして使えます。名前が部屋干しバサミというふうになっています。